コラボス関西百名山ワウワウ、あ、撮ってますね、うん、おはようございます、時刻は9時ですかね、9時5分です。今日はここじゃん、金井原バス停にやってまいりました。5時55分大阪駅出発しまして、3時間少々ですねかかってやってまいりました。今日はここから関西百名山、久しぶりですね。コース説明お願いします。第64座目横山岳に行って、はい、ここは東尾根ルートを通って横山岳に行きます。はい、から、西尾根ルートを通って下山、はい、一旦下山した後奈良塚岳に時間があれば行って帰ります。はい、不安は西尾根がちょっとあんまり踏まれてないらしいので、ちゃんと分かるかどうか、はいはい、によってちょっと奈良塚岳考えたいと思ってます。それでは今日も元気に行ってみよう。久しぶりですね、関西百名山。そうなんですよ、ようやくね、緊急事態宣言ね、ようやく、うん、まあ、ちょっと前に開けてたんですけど、はい、あ、なんか赤いね、前の山とか。おはようございます。おはようございます。富士黒まで歩こうかな。あ、横山だけに登ろうと思って、うん、横山だけ。ここから、うん、はい、行ってきます。はい、9時13分、はい、距離はバス停から 0.6 キロ、はい、ここに、じゃーん、はい、横山だけ、おお、よか、軟弱なため通行か。あ、こんなところ密かに変えてくれてますね、うん、ここから取り付きたいと思います。うん、いいお天気です。はい、とりあえずは林道ですね。はい、ここは本当は5月とかに来るとすごい花が咲いてる山らしいんですよ、横山だけ、うん、なんで花の時期に来ようと思ってたんやけど、まあ、そんなん言うとったらね、先はどうなるかわからんから、とりあえず秋の山を楽しみに来ました。はい、右って書いてるから右行ってまいそうやな、うん、山だらけ。あのね、やっぱ初めて見る景色は目を奪われるね。ここまで来たらこういう景色って予測がついてないから、ウォーってなるわな、あ、リュウちゃん、ジワーン。ここはじゃあウォーやでます。林道をとことこずっと歩いてます。はい、ちょっと遠回りになってるみたいです。これがあの杉の農協バス停から出発するとこの緑のとこ出発だったんですよ。我々こっからスタートしたんで、なんかちょっと巻き巻きになりながら合流しようとしてます。あ、ここら辺になんか白いのがあるってことは道がついてるんだよ な、 ここガードレールさっきから見とった、うん、車道があんねやろ。
山って感じ。いい色だ。来たんか、下から来たんかな。東尾根、ね、コース登山口。あ、ここから登るみたいですね。わあ、結構いきなり急登や。ほんまや。あ、ほら杉のこっち行くと、ほらほらやっぱ下から来たんやな。うちらは。あ、こっちから来んねんな。そう。あ、ついに来ました。じゃあこっから早速。東峰まで約2時間。東尾根コース。はい。じゃあ行ってみよう。いや、急停でこれ。マイペースで行こう。今日長い旅が始まるよ。はい。比較的新しいトラロープが張られていました、はい、東尾根登山口はよく整備されているっていう前情報通り、よく踏まれた道です。急です。えらい急やで。はい、出ました。時刻は9時55分。めっちゃ急やったけど一瞬やったね。尾根に出ました。無難尾根やって、素敵な名前、めっちゃ綺麗だし、ほんで、日当たりよくってすっごい気持ちいいよ、これ。これみんな無難の木な、みんなかどうかは知らんけど、ここら辺とか杉やし。でもすごいよ、見て、綺麗、キラキラ。暑なあ、全然寒ないわ。おお、あ、すごいよ、光入って。いや、正直こんなに綺麗なのと思ってなくって、この落ち葉がカサカサ踏みしめる感触と音とね、でこの日の光が透ける赤とね、ほんと綺麗。ジワーン、違う違う、ジワーン。僕がちゃうねん。全然ちゃう。素敵ですな。横山岳は東峰とあるんだね。はい、今東尾根コースに登ってるんで、東峰の先。おぉ、楽ちんゾーン。おぉ、嬉しいね。うん、むっちゃくちゃ登りやったな。あ、でもすごい景色のいいコースでね、これが春になったらそこここにお花が咲いてんやろね、カタクリとか。あの左の一番高いところが東峰かな。ああ、そう、今日このなんかちょっと斑点みたいなね、ブナブナ、こんな感じの斑点みたいな。やばい、葉っぱが綺麗よね、木と葉のコントラストが。電車があるとかそういう景色じゃないからさ、もうほんまにね、電車乗ってバス乗って山奥に来るっていう、ぐるっと見回したらほんとすごいの。震度、あ、出ました。第一震度出ました。
いや、この山ほんと好きやわ、綺麗。行く先々で言ってます、この山好きやわ、綺麗わ、ええわどこ行ってもいやいや、言うてないとこもあるよじわちょっとちゃうわブナの森ね、すごいよ、もう一面もう低気圧来たら雪降るやろからね、この深まった秋の山っていうのもほんま一面ね。良いね。おお、来ました。はい。ゴールして時刻は10時38分。はい。距離は5キロですね。はい。ここの金井原コースとの合流地点。はい。合流地点になります。ヤシャガ池、ああ、こっちのコースもでも切れそうやな、見晴らしが良さそう。でこっちを左に折れて、はい、横山岳に向かいたいと思います。ブナ、はい、すごい、うん、両線出てきました。歩きやすいね。おしようか、はい、今日のおやつ新作なんですよ、はい、ブルルルル、ちょっと見た目あれになりましたけど、これがなんとね、ピザ風の、これ下台なんやと思います、なんと高野豆腐なんですよこれ私、はい、食べて、あ、食べてみます、いただきます。うん、ピザみたいな、うん、うん、ピザいただきます、うん、うん、美味しい顔してる、うん、この高野豆腐っぽくないのよね、うん、高野豆腐を水で戻してから、うん、あの好きな具材を乗せてトースターで15分ほど焼くだけなんですけど、何の具材？好きな具材よ、好きな具材、うん、で今はケチャップとかチーズとかウインナーコーンとかを乗せて焼いたんやけど、うん、これ蜂蜜塗ってきな粉乗せたりとか、うん、もう一回ちょっとよく見せてください、うん、うまいわ。タンパク質と糖質がね同時に取れるからお気に召したみたいですよ、うん、あのパンよりもいいね。なんて名前ですかこれ、ね、高野豆腐ピザほんまに、うん、自分で自作、うんうん、おいしい、おいしいね、うん、うわ、楽ちんゾーン、うーん、ヤッホー、ヤッホートレイル、いっぱい株あるわ、ほんま春がすごいと思うわこれ、シャクナゲだそうです。この辺岩鏡のね、株とかもあるから、いや、ほんと春に来てみたいね。あ、綺麗だね、これ花の横山だけらしい。いや、秋は秋で、ほんとね、これはこの雰囲気がすごくいいんやけどね、そうかもしれんね。はい、あの先の方の山
上の方白くなってます。ほんまやね、見えるね。雪が降ったんですかね。これ完全にそうやな。霊山ってやっぱ寒いやな。霊山やと思うんやで。あの辺。いやこっちもね、そんなんかと思ってカップラーメンを昼持ってきたんですけど激熱ですよ、激熱。おお。めっちゃ高いとこ来たって感じ。おお。こんなとこに町集落があるで。うわ、すごい。あそこの山が真っ白け。琵琶湖や。おお。すごいな。待てよ。ちょっと太っちゃうには狭い。キチキチ。おお。琵琶湖。東峰、はい、ここは東峰。時間はね11時13分、距離は 6.3 キロ、はい、東峰タッチ。あ、これですね。いや、やふく言ってしまうとか言った。やりました、タッチ。 63.5 座って感じで。どうですか。静岡だけはあっちの方かな。この稜線とかも歩けたらいいのにね。うん、いや本当すごいよこの稜線。うん、すごい山やな。いい山だと言ってます。おー、いや春にまた来たくなったわ。いや秋は秋でこの色とか見て、この色の、すごいなあ。この足元とかもさあ、なんちゅう美しい。最高か。腹減った。33分、はい、距離は 7.2 キロ、到着しました。山田家です。はい、あの人、はい、行きますよ。はい、ちょっとギャラリーが多いですけど、スタッチ64座ありました。原曲いけよ。そうですね、はい。おにぎり食べます。
はい、札幌一番塩ラーメン食べてます。これいただきます。おいしい。やっぱこれ賢いよ。時刻は12時1分になりました。ここから、今度は西尾根コースへ向かって降りたいと思います。ここから登ってきたんですよ、はい、でメジャーなルートは周回するのにはこっちから降りると、うん、あの滝とか、うん、あの墓谷山の方に行けるんですが、うん、我々はこのロープのちょっと張ってあるのが微妙なんですけど、うん、ここをちょっと行きたいと思います、うん、どっちなん？こっち。これ？北尾根はこっち。はあ、ははあ、で西尾根がこっちか。こっち。おお、ちっちゃい字だけどね、丁寧に書いてくれててね、嬉しいね。おお、見てこれ。菅波西尾根って書いてある。嬉しい。テープ出てきてん。うん、そうやね。ちょっとこう、山はすごい。ちょっと踏み跡が薄いからほんまに合ってんのかなと若干不安になるような見た。うん、GoPro いっぺんしまっとかだ。危ない、これ両手使わだ。上級者向けあの道幅が狭くてね、結構シャドウが急なところもあったからね、やっぱあの東尾根の続きのつもりで来るとちょっとギャップにやられると思うんで、あのそれなりのつもりで来なあかん。スキーや、スキーのつもりで。あのね、葉っぱがね、すっごい滑んのよ。滑った絵にだから、その上を。怖いわ。暴言。すごかったよ。うん、いやでもほぼほぼもうあれやな。そうなん。あと 130m ぐらいで降りるんだ。はい、お考えください。ああ、ちょっと待ってみて。どれやろな、奈良塚岳って。どれやろな。ほんまに1時間で登れるんだよ。まあでもまだ1時10分やから全然。うん、すごいやん、うん、ここめっちゃ眺めえな、うん、素敵。
はい、ようやく平和な道になってきました。あ、ほんまによ。もうな、2、3回残ってたな。立ってられへんぐらいぐるぐるだったのよ。うん。純さんも派手に滑りこけてきた。ああ、滑ったよ。純吉めがけて滑って。受け止めたわ。ありがとう。いや、ようやくね、一心地やね。うまい。まあ、景色は素晴らしいんやけどね。まあ、あまりなんやろ、おすすめしないね。あ、マッサッサッサ、今アニメージ見て、うまや、すごい、綺麗なもんやね。こういうところが分からへんね、道と。あ、これどこ？あったよ、ピンク、あそこ。おお、声を聞け、道の行け。道の声を聞け。うわ、すごいな。ねえ、お馬鹿たちが綺麗だね。まあ、時期の目のやつ、すごいわ。ちょっと曇ってきちゃったけど、うん、綺麗だ。最後すごいな。ここ何にも書いてへんやん、登り口とも。ほら、そんな施設は登山道じゃないよ、ここはもともと。なんとなく。こっち行ったら山やって感じ。あ、これじゃん。まあ、そうしてしゃあない。頑張れ。もうちょっと。よし、下山。下山。まれに見る。ジタボロ。ほんま、どっから降りてくんねやろな、これ。これで、ちゃうで。ちゃうわな。絶対ちゃうわ。もう、ふらふら。もう降りてきたわ。ごめんな、いっぱいだ。はい、この目の前が七塚岳です。時刻は、はい、1時55分。はい、時間的には、すごいいいんですけど、うん、ちょっとこの曇り空が心配なんですけどね。もう、ここまで来たら行くしかないでしょ。はい、何キロですか、今。ちょっと待ってくださいね。もうね、ちょっともう意識もろうやわ。はい。11キロ。はい。よし、ラスト70で行っとくか。はい、行きましょう。ありがとう、横山だけ。無事に下ろしてくれて。もうマジ怖かったわ。お尻見せてください。はい。ドロドロ。そらそうやろ。そらそうやろ。高時川です。山じゃないね。そうやな。ね、うん。あの、この山に今から登ります。はい。お天気はちょっとなんかどんよりしてます。やばいね。フランといてほしいね。そして私のお尻を突っ込んでいましたが、リュウちゃんのお尻はこんな感じです。あ、こけたんですね、これはっていう感じだ。いいですね。10回ぐらいこけたわ。4回 ?10 回、うん、まあね、もうね、尻餅つかんと進まれへんぐらいの感じだったね。時刻は14時12分。距離は 11.8 キロ。やってきました七塚岳登山口。本来ここは3時半スタートの予定やったんで、だいぶ1時間以上巻いてきました。七塚岳登山口、観音菩薩様は3人とお預かりしていますだそうです。これですかね。どうするんですかね、これね。いきなりどうするんでしょうか。行ってみよう。はい、コースの取り付けがいまいちよくわからなくて、また突っ込んでしまったんですが、なんとかルートに乗ったようです。テープが見えてます、あそこに。いや、しかしまたね、急ですわ、これ。シャドウが急です。まあ、コース上にいるという自覚があるだけマシでしょうか。気分的に頑張ります。むちゃくちゃ急です。このシャドウがわかるやろうか。もうほぼすり鉢の中にいるみたいなシャドウです。すり鉢状、滑り落ちてこないことを祈る。送ってもきれない。ダメやかな。
壁やがな。なんかおまけの山や持ちなのにな。もうね、ちょろっと1時間ほどサクッと登って帰るかぐらいのノリやったらしいんですけど、何の答えない、むちゃくちゃシャドウ急やでこれ。あ、でもね、冷静に見ると苔がいい感じに生えてて、綺麗な山なんだけどね。しかし初っ端からすごいで、この登り、はあ、すごいです。頑張ります。今日は苦難の一日です。なことないよ。ちょっと一瞬やな、楽しめた。ああ、しかし、しんどい。まあ、そうなんだ。でもいい山やん。おう。おう、きれい。ねえ、きれいやで。生きてるか？へと。もうあと標高50メートルぐらい。ああ、もうちょっとやな。おう。おお。はあ。しんど。えらいことになってんねんな。えらいことになったんやな。確かにね、この倒木の処理がね、うん、なんか密かにテープがついてるな。うん、あ、ここや。15時21分、距離は 13.8 キロ、ホラボス関西百名山は65座。はい、7つ叩きやりました。しんどかった。いや、しんどかった。ヘロヘロやった。ここじゃん、後ろ、ここ、あ、ニュー富士。ニュー、いや、ちょっとね、倒木がすごくってね、あの祠から来るのがちょっと難儀な感じなんですけど、ちょっとなんで、ほらから右側に。せやな。はい。ちょっと展望はご覧の通り、ちょっとあれなんですけど、一応ここが山頂ということで、はい、見えました。万歳。あとは下山するだけ、はい。やったね。天気も持ち直してよかったです。ちょっと雪入りましょうかね。琵琶湖が見えます。余呉湖。余呉湖かな。あ、その奥が琵琶湖やろ。ああ、余呉かもしれない。おおおおお。はい、3時30分下山開始です。開始です。いや、順調。うん、ほんまこの時間から登ってこよう思っとったんやから。そうや、そういうもな、大概よな。うん、はぁ、いやー、一仕事終えたね。うん、いや、しんどかったわ、この山。しかししんどかったな。いや、これだけ来たら大丈夫なんや。あー、街がヘロヘロです。あの西尾根の下りでもガクガクになったわ。そう、はい、こっちのルートはよく踏まれたいい道です。そうやで、さっきが結構エグい車でやったから。我々には下山してからもう一仕事があります。それは何かと言いますと、どうぞ。で 6.5 キロ走る。もうね、しゃあないよ。あ、これ目で見るほど綺麗に撮られへんのが残念よな。
意外と9円え、なんで意外と9円意外と9円だ、それ気に入れてかからんとまたせっかく取り出すボンが。ねえ、見てこれ。ああ。綺麗ね。火が当たって綺麗な。ねえ。ええー。わあ、美しい。火出してくれてよかったね。うん。雨降るんかと思ってドキドキ。でもね、やっと人心地。あのね、秋の山はね、ちょっと山の、あの斜面がこうなってくると、もう日が全然当たらんくって一気に薄暗くなるのよ。だからちょっと、おお、やばい、もう暗くなるって感じ。はい、なんで、あの3時過ぎに下山始めて4時過ぎにこうね登山口まで降りてこられたのはほっと一安心でしたね。40分やな。そうだね、うん、あーやれやれ、長い一日やったね、まだ終わってへんよ、ラストラン。ここちゃん下山終了。わーすごい、なんちゃら西国29番殺所だって、観音さんだ、ちょうど16時10分、はい、距離は 15.74 キロ、はい、7時間ほどですね、スタートから。はい、はい、下山完了しました。でも最初だ、いや無事降りてこれでありがとうございました。熊出没注意やって、航空マって書いてある、こうって書いてある。ちょっとリュックに入れてくちゃくちゃになってますけど。押し込みといたからね。ちょっとビジュアルはもっと良かったね最初。でも美味しいわ、この塩気がいいね、チーズの。駅までの 6.9 キロのんびり食べながら歩いて帰りたいと思います。うん、たまに走ります。うん、ここまで来れば一安心。うん、さらば七塚岳。めちゃめちゃ下り長く感じたわ。でも35分ぐらいで降りてきたんや。あ、ほんま、もう足が弱ってるから余計ちんと感じたんやろな。まあでも綺麗な道やったね。夕日に向かって走る。向かってはない。でもこうなるともうすぐよね、日没。うん、きっと駅に着いたら真っ暗やな。はい、6時11分の関門に向かって純喜選手走っております。はい、ちょっとウィンドブレーカーを着たことを若干後悔しております。大汗です。さあ果たして関門に間に合うのでしょうか。関門に間に合うのでしょうか。お別れの挨拶は駅ではできそうにありません。万が一乗り遅れたら挨拶します。あと 2.1 キロです。 2.1? はい。あ、そう、これいけるだろう。うん、あと 1.4 やで。 1.4? おう、はい、時刻は17時08分3分前に到着しました。これ記録を踏んだりで走ったんちゃうか。 22.7 キロ、横駅です。8時間2分の旅でした。ゴール、ゴール。いや、頑張りましたね。ライト使わんうちに帰ってこれた。この11分の電車のおかげでこんなに頑張れたの。いやほんま、めっちゃ頑張った。こんな息上がるまで走ったの久しぶりよ。龍二選手にも感想を聞いてみたいと思います。あ、よく頑張った、最後ついてきたやろ。あ、よくついてきた。でも龍ちゃんさすがやったな、早かったな。切符買ってくれる気なんやと思った。そうやね、そうやね、やっぱりな。そうや、めっちゃ早いわこれ。さては数分前に切符を買って飛び込む気やと思って。いや、そうやけどあんまり早いと道分かれへんのったらあかんからね。あ、そうや、すごい気配りやったわ、気配り上手。あ、それでは皆さんまた次回元気にお会いしましょう。またねー。